力を信じて最後まで感想をお願いしたいと思います。足尾山という山の脇を走ります。えいえいえいやートレーラーなのに走ってない。よし、ありがとうございます。お水で。はい、どうぞ。登りはあと少しですから、あとは下りね。はい。下りだけ注意してくださいね。ね、塩分補給にいいですよ。おにぎりもたくさん食べてください。あ、すみません。これぐらい涼しかったんでちょうどいい感じで、もしもいつも通りだったらもう本当に倒れてるぐらいでちょうどよかったです。6年ぐらいやってるんで 3,40 回出てます。そうですね、下りとか、まあ上りにしてもロードみたいに頑張んなくていいところですかね。ちょっと遊び感覚があるんで、やっぱロードがちょっと多くてきつかったんですけど、ボランティアの方がコース作りを積極的にやってもらったみたいで、本当は予定にないようなところまでトレイルにしてもらって、本当に楽しいコースになってました。素直に嬉しいのと、栗原さん、スタッフの方と、やっぱり地元の応援のおかげでこうペースを落とさずに最後まで走り切れたんで、本当にもうスタッフのおかげです。初めてですね、練習もしたことなかったんで、昨日カバンとズボン買って完走が目標で走りました。そうですね、普段から走ったりはしてました。だけどでも楽しかったです。山
最高でした。コースは、ロードが思ったより多くて、とてもあと山も変化に富んでいてすごく楽しいコースでした、はい、調子は、思った以上に良かったです、はい、魅力は時間を忘れて気にしないで走れることと、あと山の中で一人ぼっちになったりすること、はい、お疲れ様でした、はい、お疲れ様でした。